ムの館の4層と5層が追加になっております。うますぎる魚じゃないか。ありがとう。はい、どうも皆さんこんにちは。白黒チャンネルトゥニと GGG チャンネルの味噌汁です。ということで本日もファイナルファンタジープレイブ XBS 公式チャンネルやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は何やっていくと言いますと、はい、先日ですね、マダムがキャラクターとして追加になってストーリーイベントも来てると思うんですけれども、こちらと合わせまして、メインのストーリーの方でもですね、マダムの館の4層と5層が追加になっておりますので、うん、ちょっとこちらの紹介をしていきたいと思います。それではですね、まずは4層の石板集めをみそちゃんの端末でやっていきたいと思います。いってみそし。はい、それでは4層の石板集めやっていきたいと思うんですけども、こちらの石板集めはマダムの3層をクリアしていることが条件となっておりますので、はい、ご注意ください。4層の石板集めなければいけない石板は6枚ありますので、ちょっと順番にですね取っていければと思っております。まずはですね、ルビエナの、精霊の氷結ですかね。はい、はい、こちらの探索に行きましょう。こちら入ってですね、左下にちょっと左に行くとですね、ハテナマークが出てるところがあると思うんですけれども、はい、そこに行くとベスミアちゃんが当たっております。はい、これがですね、3層をクリアしていると、クエストを受けれるようになるので、こちらでクエストを受けていきましょう。あいつらの知り合い、マダムのボディーガードと石板収集係を請け負っていることを伝えた。私あんまり興味ないし、でも奥まで進めたならよかったね。あんたは坊やって言うんだ。あんたでいいよ。いいよね。え、私の名前は京釜同士 D。あ、まあそんな話もありましたね。ベスビアちゃんのね、お話。はい。ベスビア。私の名前はベスビア。石板のかけらを探しに来たんでしょ。こっちは私だけで十分。あんたは他のところを探して。宿とご飯の分は働けってアンバーに言われてるし、手伝うって私は別にいいのに。オッケー。ぐいぐい来るな。じゃあ説明するよ。私が今やってること、ハマルにいる男の人が石板のかけらを持っているのを知ったんだ。その人の依頼達成と引き換えに石板のかけらを譲ってもらう約束をした。はい、その依頼っていうのが魔物に奪われた大切なものを取り戻すこと。うん、九段の魔物がこの辺に生息してるらしいってとこまでは掴んだんだけど、でもこの辺をどの辺を探せばいいか分かんない。大切なものには銀のチェーンがついているらしいからすぐに分かるって話だけど、はぁ、5日分ぐらい喋った。今の説明で分かった？ OK です。じゃあ大切なものを探しに行きましょう。はい、というわけで3体ですね、こちらの、はい、氷結にいる魔物を3体倒すんですけれども、マップのところでびっくりマークをついてるので、この順番に回れば OK です。はい、それでは回っていきましょう。魔物の気配がする。戦います。ちょいちょいストーリーがね挟んでくるんですけども、ね、はい、効果の入った皮袋ということで大切なものじゃなさそうだと。はい、はい、さあ次の場所に行ってみましょう。はい、はい、それではマップ左下のびっくりマークのとこに来ました。2箇所目ですね。はい、はい、魔物の気配がする。戦う。さあ、大切なものは落ちていたのでしょうか。ゴミじゃん。次にかけよう。靴底の剥がれた靴ということで信頼に応えたい。非常に熱いね。うん、役に立たなかったら捨てられるんだ。私は他の奴らと違って、あの人をマダムを尊敬しているわけじゃないし、遺跡の冒険だってどうでもいい。うん、あいつらにとって私の力が役に立つらしいから一緒にいるだけ。宿とご飯の恩義もあるし、信頼なんてつながってない。悲しいこと言わないでほしいね。信頼なんてつながってないって言いつつ、意外とご飯の恩義はあるっていう ね。まあツンデレですね。ツンデレですね、これはね。何熱くなってるんだろう私。さあ、ここで3箇所目ですね。さあ出てきましたでしょうか。見てみます。お、右上に入り口のところにありますね。はい、行きます。行きましょう。さあここですかね。よいしょ。はい、魔物が気配がする。戦いましょう。戦います。
ったということで倒してきました。はい、あった、銀のチェーンがついている古びた剣を掲げた、うん、これが大切なもの、こんなゴミが、でも銀のチェーンがついてるし間違いないはず、本人に聞いてみればわかるかな、別物かもしれないけど、ハンバルの村に行ってこれが大切なものかどうか確かめてみよう。はい、というわけでストーリーは進みましたね、はい、じゃあこの後にちょっとハバルの村に行ってみましょう。はい、それではハバルの村やってきました。こちらでびっくりマークですね、一番上の方の、方に話しかけていきましょう。行ってきます、はい、はい。君は良かった、無事だったんだね。あなたの大切なものこれで合ってる？ああ、これは魔物に奪われた僕の剣、間違いなく僕にとっての大切なものだよ。お礼に約束の品を渡すよということでいただきましたが、まあ、いいお話でしたね。結構そうですね、ベスビアさんのちょっとね、うん、まあ、過去と少年の過去が重なりちょっとグッとくる部分もありましたけどね、ぜひ皆さんの端末でね、はい、見てほしいですね。さあ、ということで石板のかけらはね、はい、館まで持ち帰ってくれるそうで、はい、後で取りに行く方式ですね。はい、お、モラクって場所知ってるということでヒントもくれましたね。はい、さあ、ということでさっきのフラグが立ってモラクに来たら始まりました、何かが。はい、ということで、これもですねビックリマークがついている方がいると思うんですけど、ハテナマークですね、はい、その方にちょっと話を伺いに行きましょう。はい、はい、良い体、良い食事からうおー食べるぞということでテンションが高いお侍さんがいらっしゃいますが、ものすごい高い人来たね、もうぐるぐる回ってると言いたいところだが、俺の好きな寿司のネタがない。あんたは石板のかけらを探してる？もしや俺が持っているこれのことか。うん、修行中の侍は緑色の石板のかけらを見せてきた。はい、くれくれそれを。あ、簡単には渡せない、なぜなら俺は無性に腹が立ってるんだ。立ってない、減ってないよ。好物の寿司が食いたい。はい、なるほど、お寿司をね。というわけでね、ちょっとこの方に美味しいお魚を食べさせてあげるというミッションが発生しますので、ちょっと、はい、あのワイシビショーですね、まずは右のすぐ右の、はい、あのお家ですね、はい、そこに入ると女性がいるので、話を聞いてみましょう。はい、寿司のネタになる新鮮な魚が欲しい。うん、あげたいのは山々なんだけどね、魚を譲ってると、全部食べてしまったんだよ。そうですね、どうしても欲しいなら旅人さんから直接もらうしかないね、ということで旅人さんは滝の近くにいるので会いに行きましょう。はい、会いに行きましょう。さあ、わらしべ長者並みに、そうですね、お使いですね、右上ですね。はい、右上です。はい、マップ右上行ってみます。あれ、おお、さあ、ということでね、メラルドさんが来ましたね、はい、うん、しきりにうなずいている。真面目そうな従順の女性の格好はアウィンとよく似ている仲間ですね、うん、事情を話しましょう。あなたは、はい、お、私の知らない間に遺跡が開かれていただなんて、ガクコミカルコミカル、この辺ここ、ね、コミカルな成功、失礼、少しめまいがしただけで心配に及びません、はい、私の名前はメラルド、お察しの通りモールズの夜会に所属している一人です。うん、なんですって、すでに石板のかけらの所有者を見つけているのですか。所持者、魚と、所持者は魚と交換してもいいと言っているのですか。わ、うん、かりました、では本日一番の超過であるこの魚を持っていってください。お、うますぎる魚をもらった、うますぎる。さあ、これで元々の、はい、お魚、お寿司が食べたいと言ってた男性にあげると、お魚をね、はい、うますぎる魚どうぞ。いいよ、あげる。うおー、この魚は釣り名人でも釣るのが難しいと言われている、うますぎる魚じゃないか。テンションが高い、ね、ありがとう、ありがとう。よーし、石板めちゃぐるぐるしてる、かわいい。そしてどこ行っちゃいました ね、はい、ではね、さあ、ということで2つ目の石板ゲット。はい、それでは3つ目の石板探しに行きましょう。
はい、続きまして3枚目と4枚目はですね、はい、一緒のところにあります煙の洞窟探索、こちら行きましょう、さあ煙の洞窟来ました、はい、まずはどこ行きますか、まはてなの人にねちょっと話しかけてください。はい、はてな、右のね、のよいしょよいしょ、いや、ごめんね、あともう少しだっていいのに、誰か皆さん討伐をお祝いしようにもということでね、ちょっと討伐をしてほしい、石板だけ、そうですね、どうすればいいんだ、なんか大体困ってる人テンション高いねこの辺、そうですね、どうすればいいんだ、また明るい困り方、何話してみろだって、本当にいいのか、石板が欲しい、 OK、ネーゲンさんの回でしたねここは ねそういえばですが、はい、煙の濃い場所で研究をしたいと、おい、その場所を見つけたんだけど魔物がいっぱいいるから、はい、倒してほしいという依頼ですね、倒しに行きましょう、はい、OK、 はい、というわけでここから右ですね、はい、そのまま右に行って下ですね、ほい、はい、ここ入っちゃっていいですか、入っちゃっていいです、はい、さあ入りましたらびっくりマーク、はい、そこで戦います、はい、魔物の気配がする、じゃあ倒してきます、はい、ここで倒すと、はい、もうすでにこのね研究家さんがいらっしゃってて、おー、やってくれたのかということで、お、こんなことで石板ありがとう、まあ、石板のね価値はやっぱこの夜会のメンバーしか分かりませんか、分かりませんよね、はい、それではこのままですね、はい、もう一つの石板取りに行きましょう、お願いします、じゃあまずは一つ前のフロアに戻ってもらって、戻りました、ちょっと左行って上ですね、はい、そちらに行ってもらって右手に出ます、はい、あ、そうですね、右手に出ます、はい、はい、そのまま、右にまっすぐ進んでもらって、右にまっすぐ進みます、その角を上に行けるところがあるんですよ、そのね、あのちょっと見えなくなってるところですね、道が手前のそこ上、おそこから右ですね、右、はい、でした、おで怒ってます、落ちてる、はい、みんながね拾うという意味も分かりますね、こうやって皆さん拾ってるのでしょう、ね、そしてこのままクリアして、石板2枚、4枚目ですね、こちらの洞窟ゲットできました、はい、はい、それでは続きまして皮膚気の皮ですね、こちらでもですね石板が、2つゲットできるようになってますので、ぜひぜひ、こちらも行ってみましょう、じゃあまず入ってください、はい、こちらもですねクエストを受注できるところがあります、はい、アンバーがお真ん中にいますね、はい、会いに行きましょう、はい、さあ来ました、お朗らかなエルフ族の女性、この辺は暑いですね、エルフ族の女性は涼しげな笑顔を浮かべている、はい、暑そうなのに、うん、アビンとよく似ている、出た、はい、夜会面、夜会面ですね、事情を尋ねる、尋ねよう、はい、これもね3層クリアの前だと多分話が進まない感じになってるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、マダムのボディーガードの石板収集係を請け負っていることを伝えた、うん、エーデルやベスちゃんのことまで、これは疑う余地もなさそうですね、私はアンバーって言うんです、お察しの通りエーデルの執事ですね、はい、なんてお呼びしましょう、みんな坊やくんやな、そうですね発音の合う人が多いんですけど、ベスちゃんまで恋にしてるとは驚きです、坊やくんはエーデルとは別方向で転生の人たらしのようですね、お汗汗試験などでお気になさらず、石板の話を聞いていきましょう、はい、おダンダリオ、デンダリオに住む人形師さんが石板を持っている、はい、でその取引できる品を探している最中ということなんですが、何が必要なんだい、はい、聞いてみましょう、お目的の場所が分かりやすいように坊やくんの地図に印をつけてくれてます、おでは、はい、行きましょう、魔導部品の入手ということで印がついた場所に行ってみたいと思います、かなり先なのでそのまま左の上ですね、はい、一旦行ってます、次のフロアに行きましょう、上のですね隠し通路の先にですね1枚石板が起こってるので、はい、先にそちらを取りに行きましょう、はい、上に行ってもらって、上に行く、はい、はい、その右ですね、そこ右、ここ右、え
あ、上だ、もう一個上だ、ごめん、岩の上、そこですね、そこ右。おなんとですよ、え、気をつければ飛び越えられそうだ。嘘じゃん、嘘じゃん無理だよ、死ぬで。結構ね、じゃあもっと飛び越えられるとこいっぱいあるじゃねえかみたいな気持ちにはなるんですけどね。はい、そのまま行ってもらいましょう、はい、いいですね、ビヨン。本当に、はい、勇気あるね。勇気ありますね。はい、ビヨンと、よいしょ。えーと、それで落ちてた、ということで1個拾いました。クエストの道中に道すがらいけますね。そうですね、なんでこのまま戻っていただきましょう。はい、さあ右側ですかね、これ。はい、右です。はい、進んでいきます。はい、お、もう一個向こうですか。はい、もう一個向こうですね。はい、行きます。あ一応ね、さあ、あ、印がついてます、先生。はい、それはですね、もう一個上のフロアでからじゃないといけないので、飛び越えられないんだね。ここはちょっと飛び越えられないですね。もう、はい、お、ここはいけるんや。ここはいけますね。その後左下ですね。はい、そのまま行きます。そこからは飛び越えられるようでございます。せーの、ほい。はい、お、でここでもうちょっと下ですかね。はい、そうするとアンバーとのちょっとシーンがありますね。うん、はい、魔竜石ですかね、はい、人形の動力としてこの石を使うそうです。はい、へえ、と思ったんですが、何やら不穏な雰囲気が。どうやらそう簡単には返してくれないみたいです。お役半分お任せしますね。ということで旗に始まりましたバトルですが、はい、進行路ですね。進行路ですね。はい、さあ無事倒せました。はい、お、修練、ね、はい、修練の町デンダリオへ向かいたいと思います。はい、まあこのその石板集めを通して、このベスビアの、うんうん、ベスビアじゃなかった、このモールス夜会の人たちとちょっとね、うん、あの仲が深まっていくようなね、ちょっと小ネタが入っているようなイメージですかね。はい、それではビセクトラムにある修練の町デンダリオですね。はい、はい、こちらの、真ん中に、はい、アンバーがいるので話しかけましょう。うん、おー、すごい気味が悪い。すごいサブストーリーまでめちゃくちゃ凝ってますよね。ね、こだわってる。あ、そう、やつら。そうなんです。これは3層をクリアした方ならちょっとわかるかと思いますが、はい。ポテンシアデーランボーとそっくりな人形が置いてある。3層の話も結構良かったですけどね、うんうん、ポテンシアさんのこうなんか成長ストーリーというか、ね、はい、今ちょうど最後の点検が終わったよ。坊やくん紹介しますね。彼が例の魔竜石を欲しがってた依頼者の方です。はい、お世話になります。人形が魔物の姿をしているから気になるよね、人形師が。はい、これは魔導人形って呼ばれる特別なものなんだ。これで私は彼の持つ石板のかけらと取引できるなら魔竜石を探す旅に出たわけです。なるほど。はい、お、交換タイムですか。ありがとう。はい、これってことでもらいましたね。おー、はい、それではですね、一応、石板を集め終わったんですけれども、はい、マダムの館でですね、話しかけないともらえないものもありますので、一応マダムの館に戻ってみましょう。はい、それではマダムの館の、入って奥の左側の一番左の上と下ですねにベスビアとアンバーがいるので話していきましょう。はい、はい、不思議だな。お、それはダメでしょ、ラスベル。そうですね、女の子のお部屋にね、そんなトン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 して入んなきゃいけないですよ ね。はい、うざ。でも仲良くなりましたね。そうですね、約束忘れてなかったんだ。石板ちょうだい。はい、石板収集係を任命されてますからね。うん、はい、行きます。おやすみ。
まさん下ですね。はい。出て下からですね。はい。ここにアマさん、ね。アマさん結構フィジカル系なんですよ。パンチングマシーンみたいなね。はい。ありますよね。さあアンバーさんからも受け取りましょう。はい。お姉さんとの約束ですよ。約束を破ったらこれ以上は秘密ですということで。結構フィジカル系なんですよねアンバーさん。ねえ。はい。じゃあこれで6枚全部怖くないこれ結構怖いんですよ。握ってこれでパンってやるやつでしょ。そうですね。ナックル戦う時アンバーさん持ってるかと思うんですけど、ね、それがね怖いよね。無造作に置いてありますね。さあということで全部の石板を集めて、交換しましたら、はい、みんなが勢ぞろいしてますね。はい。さあメラルドはまだ魚を釣ってるんでしょうか。うん。家庭が聞いて今聞く。はい。アンバーベスビアどっちが行くのか決まってるの？ベスちゃんにお願いしようと思います。ということで今日はベスちゃん。はい。四層の探索はどうして？ベスちゃんと一緒に行くことになりますね。うん。はい。というわけでこれで四層に行けるようになったんじゃないかなと。うん、もう石板入れるところまで来ましたね。始めるぞベスビア。よいしょ。よいしょっと。よいしょっと。パコ。ゴゴ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 。はい。はい。うん。次が最下層。気を引き締めていくぞ。はい。というのは建前だ。よし私が一番ノリだ。ノリノリだね。ノリノリですね、うん、というわけでここからは4層に行けるようになりました。イエーイ。はい。ということでこちらと4層ではね本当にベスビアちゃんが大活躍なので、はい、あとねまた、ちょっとしたねストーリーもあるのでぜひぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、皆さんの目でぜひぜひ確かめてください。続きましてですね5層こちら最下層ですね。最下層の石板集めも私の端末でやっていきたいと思います。それでは行ってみっちゅに。はい。続きまして学ぶ5層の石板集めやっていきましょう。はい。それではですねまずはですねアルトルタワーの探索に行きます。はいはい。それではこのフロアのまっすぐ行ったところにエレベーターがあるので3階に行っていただきましょう。どの階に行きますか。3階ってことですね。はい。おお。なんかちょっと異変がありますね。そうですね王様だから、ね、今となっちゃもうさあ下に扉が3つあるんですが一番右の扉に入ってください。はい。すごいグランシェルクの騎士から出世しましたね、うん、ですな。さあそして来たらですね奥に私こんだけ宝箱取ってんのにさ石板ちゃんと置いてきっぱなしあまだなかったからかこれ4層クリアしないと石板取ってないからか、うん、はい。ということで今回は石板3枚なんですがさっき1枚取ったので次2枚目はですねマダムの館にまず行ってもらいます。じゃあ奥の交換のおじちゃんにいないいない。あここかさあ何が起こっている。あなたを探していたのです。お事情を聞きましょう。話聞いたわ。うん。実はつい先ほどメラルドさんから手紙が届きまして、うん、面白い。内容を確認したところあなたに報告するべきだと考えお待ちしていたのです。おもう釣りやめたのかなメラルドさんいい加減ちょっと魚釣ってる場合じゃないと場合じゃないと思ったのかな、うん、いただきましたねお手紙、うん、手紙にはこう書いてある。前略、万有の遺跡にいますと。はい。ありかは石板のありかを突き止めたのですが一人では解決できない問題に差し掛かってしまいました、うん、現地まで夜会の仲間を向かせていってくださいということで。はいはい。それではメラルドさんが助けを求めているということなので、はい、行きましょう。万有の遺跡ですかね。ビセクトラムの万有の遺跡に行っていただきましょう、はい。さあということでビセクトラム万有の遺跡左側にですね、はい、びっくりマークございますので話しかけてください。お久しぶりじゃん。石板のかけらはある宝箱の奥底に隠されているようだと、うん、ほうほう。2つのスイッチを押さなければ石板のかけらが出現しない作りになっている。なんだそのほうほう素敵な。おしゃれですね。2つのスイッチを2人で押さなければなりません、うん、このスイッチはくせ者でして片方押せば片方が元に戻るという仕掛けなので1人は決しては解けない作りになっています、うん、なるほどね。
はい、じゃあ迎えましょう、スイッチ、はい、スイッチを押すミッション、いいですね、なんかどこやん。さあ右の、はい、はい、右上に行っていただきましょう。でそのまま上に上がっていただいて、さあ、そのマップのですね上側にびっくりマークが出てます。おー、このびっくりでとこですか、はい、ここに行っていただきましょう。よし、ただこの辺だけれども、この顔だな、この顔か。おお、石像の目立たない部分にスイッチが隠されている、はい、スイッチ押しますか。ポチーポチッとな。どこにあったんですかね、鼻とかかな。いやでしょ、ポチッ。どこかでもノートがした。お、早いよ、ヤングさん、まあ、種族的にも早そう。確かに、これで宝箱の奥底に石板のかけらが現れたはずです。調査によると、はい、負債の採石というアイテムが入っていたようです、うん、その宝箱を見つけ出して中身を確認しましょう。さあじゃあそのマップを右側に、まあ、ゴールの方に、ね、向かっていただきましょう。こっちですね、はい、ほいで、ちょっと開いてみると分かるんですけれども、マップ右上に進めますので、そちら進んでいただきまして、はい、そのマップの右上に宝箱がありまして、まあ、これか。開けた上でもう一回話しかけるとこんな感じで、赤もなくなった宝箱だ、はい、はい、調べてやるわ。奥底にカシャ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 、ね、もっとあれでやろ、出してみろ、ねえねえにしろ、びっくり、そこが抜けて地面に通じている、新しい、掘ってみましょう。だってなるほど、おお、土の下から石板のかけらを掘り起こした。なるほどね、ちょっと手が混んでますね、かなり混みましたね。うん、はい、おかえり、じゃあ後で取りに行きましょう。さあということで、3つ目の石板を手に入れるために2つ目ちょっと受け取りに行きましょう。マダムの館でですね、メラルドさんのお部屋に行きましょう。はい、左側ですね、で下の手前で今までなかった部屋ができてますね、はい、できてますね。さあなんか、すごくない？お料理じゃん、完全に魚さばく人じゃん、この人ね。ちょっと上のイラストも気になる、魚拓、魚拓魚拓だよ完全にね、クーラーボックスになって、すごい、お魚屋さんじゃないですか。はい、はい、ということで坊やさんも誰かんですね、うん、はい、石板のかけらを受け取ります、うん、2つ目ですね。はい、この後どうするんですか。はい、その後ですね、石板収集係の羊に話しかけることでですね、クエストが、はい、これか、受けられるようになります。実はレキサさんとアンバーさんとあなたの内密のお話をしたいそうです。 お時間よろしいでしょうか。こんな、だんだんこう奥深いストーリーになってきますね。そうですね、2人を呼んでまいりますということで、うん、ちょっと話を聞いていきましょう。お姉さんに囲まれるラスウェル、はい、なちょっと大声では話せないこと、実は館このマダムがいなくなっているのよ、行方不明なんてこった、はい、もしかすると家に帰っているのかも。お、昔の家です。うーん、ビゼクドラムの修練の町デンダリオの南にある森の中、はい、家の鍵が王女冒険家仲間に預けて旅立ちましたから、エーテルが家に行くならまずは鍵を取りに行くはずです。はい、それってものすごく昔の話よね、はい、エーテルには内緒でこっそり調査していますので間違いないでしょう、うん、エレノアさん、おお、ここで冒険者仲間、はい、さあというわけで、修練の町デンダリオビセクトラムですね、行きましたので、はい、そうです、左側に行きましょう。入って、うん、覚えてる、覚えてる、お、流行る気持ちを抑えられない中に、はい、どんどん行きましょう。さあこちらのね、パターン、エレノアさんがいるところに来て、何の用だ、うん、エーテルだぞ、なぜ君がそう思う、しゃあなし話してられるわ、うん、
驚いたな、うん、君や歴史さがエーデル夫人と深い関係にあったわ、うんうん、お家の鍵を受け取りにここにやってきたよってことで、もともとの持ち主の夫婦に代わり私の先祖が預かっていた、うんうん、エーデルさんは一体おいくつなのでしょうかね。ねなあこれは悩ましい。私の先祖は夫婦と同じ冒険家でね、うんうん、一冒険家としてまた友人としても夫婦が先祖に協力してくれたこともあったようだ、うん、先祖ってことは相当昔ですよね。ねえ何百歳なんやろぐらいのね。うんまあでも驚かないですよね。はい主人公のパパーンもね700歳だし確かに伝説の冒険家の一人だ、うん、僕はいる物語の主人公みたいなものさ。ふんさあ鍵はエーデルさんの手元にあるとはい、いうことですかね。じゃあちょっとエーデルさんのお家に行ってみましょう、うん、デンダリオから、はい、南下した南の森にある森の中にあると、はい、君の地図に記しておこう。こんな感じでお出てきましたね。小さな 家行きますか。はい行きましょう。森の中にひっそりと佇む小さな家、一人の夫婦が暮らしていたようだが今は無事になっている、うん。はいらっしゃいましたね。さあここからはですね結構マダムの深いストーリーになって、はい、全てマダムのことをとお話を完了すると石板3つ目がもらえるということで。なるほど。はいなのでねここからの話は結構センシティブというか皆さんの端末で見ていただきたいですね。ネタバレにもなっちゃうかもしれないからね、うん、ぜひこちらの石板も集めて今回のストーリーイベントもやっていただくとマダムのことをより深くね分かるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひ皆さんに楽しんでみてください。はいというわけで、はい今回は石板の第4層と第5層の石板はね、うん、ありかをご紹介させていただいたんですけれどもマダムはですねキャラクターとして来ておりますのでこちらもちょっとだけ紹介していきたいと思います。それではマダムさんの性能をざっくり説明していきたいと思います。彼女はどんなユニットかと言いますと永続ダメージアップ系のアビリティを多数覚えておりまして、はい全部発動させますと、うん12ターン以降に最大火力が毎ターン出せるというおなるほどかなり特殊なユニットでございます、はいまあ、近いやつで言うとバッツが、レベルアップしてジョブチェンジしていって、うんうん、どんどん死ぬまで、はい、倒されるまで解除されないというものだったんですけど、はい、それがもっと強くなってね帰ってきたような感じでございます、はいチェインはですねチェイン組合はアースレイブチェイン組合はアースレイブ組合に所属されているということですね、はいはい、でデバフは、属性はですね闇そして土の付与を覚えますし、デバフはですね闇100そして土の 120% のデバフを常時使うことができます。はい土属性のアタッカーですね。じゃあ、得意なのは ね闇と土もできるけど、はいはい、得意ですね、彼女のですね永続ダメージアップのアビリティがですね7個用意されております、はいその中でもパッシブが1つアクティブが6個なので、はい順番に紹介していきます、はい、まずパッシブはですねこのディアエーデルというものがございましてここで発動する古代遺跡の秘宝というのがですね、こんな感じで、まあ、彼女のね一番得意とする天王誓いという技も上がります。お、はい、これがですね常に永続上がってくれます。これは倒されても乗るものですね、うんうん、ちなみにこれの入手方法がございます。はいこちらのディアエーデルなんですけれども、はいマダムの、館の5層までクリアした上で、各階でねゲットできる宝珠があったと思うんですよ、うん、あの赤い宝珠とかね、はい、あのボスを倒すと、ゲットできるものがあったと思うんですけれども、それをゲットした上で、マダムの館に行くとですね、うん、宝箱に、それが埋め込む穴がありました、はい、そこに全部の宝珠を埋め込むとこちらのディアエーデルがゲットできるというまたグッとくるものでございますよ。そうだね、はい、ある冒険家の男が最愛の人へ、うん残した銃、はいはい、ということでねなかなか歴史を感じる銃でございますが、はい、メイマダムが装備すると、マダムの特定アビリティが上がるこちらのアビリティが発動するという銃になっているので、はい、辻属性がねついているので、うんまあマダムに装備させてあげるのがおすすめじゃないかなと思います。はい、さあというわけで実際に使っていきたいと思います。パッシブアビリティは紹介したので続きましてアクティブアビリティ2つ目ですね、はい2つ目のダメージ上がる系のものを紹介していきます、まずメインとなる
天王使い、こちらがですね、敵対に2回一部防御無視ダメージプラス特定のアビリティダメージがアップするということで、これ1ターンの間なので、うん、ダブルアビリティないし二刀流で打った場合2回目に乗ります。おー、なるほど。でダメージが450アップするので、はい、2発発動なので前と後ろに450が乗っかって、それぞれなると、防御無視率 50% が入るのでさらにダメージが倍になってくれます、はい、見ていただくと分かります。ほい、1回目がこんな感じで、まあ、50ぐらいからの2回目が150。めちゃ上がりますね。めちゃ上がってます。1回目のドーンってやつと同じぐらいのやつが最初からドドドドドドーンみたいなのが出てますね、はい、強い、めちゃめちゃ強いです、はい、さあ2ターン目なので出力性下げていきます。これで 120% 常時下げることができます。ガードクラッシャー、はい、はい、強いですね。さあということで、3ターン目なのでスペシャルアビリティディクテーターですね、こちらが特定のアビリティが永続ダメージアップで300上がることができますので、はい、こちらの天王誓い300-300乗ってくるわけですね。なるほど、打っていきましょう。はい、こんな感じです。ドロドロアースレールですね。おお、さあ出てますね、しっかり、はい、かなりダメージ出てますね。かなりダメージ出てます。この絵自体もまあまあ強いですからね。めちゃ強いですね、はい、さあ4ターン目なのでまだねちょっと待機なので他のアビリティを打っていきます。こういう時間に天王誓いを打っていきますね。さあこんな感じで貴重な符がやってもらおう。はい、やってもらいましょう。攻撃力はアップしてるみたいです、はい、めちゃ強いね。めちゃ強いね。ゴリゴリ上がってますね。はい、土下げが3ターンなのでちょっと打っていきますね。間に挟んでいきます。まあそういう時にですねこんな感じで下げと下げ不要、下げと天王誓いをこう混ぜていくとダメージが上がりやすいんじゃないかなと思います。はい、いや永続の特定アビリティアップってめちゃいいですね。いいですね。さあ、はい、6ターン目で打てるようになりました。続きまして、このスペシャルアビリティ4つのうちの2つ目そしてアクティブアビリティでいうと3つ目ですね、はい、コンクエスト、コンクエスト、はい、こちらがですね、はい、同じく300永続ダメージアップなので、前と後ろどっちにも乗るので600、そして防御無視率、50% プラスすると1200。なるほど。さらに全部合わせるともっと上のダメージになってますね。おー、さあこれ打ってきましょう。かけていきましょう、コンクエスト。うわっ、ちょっとすごくないですか。すごいですね。ちょっとめちゃダメージ出てますね、はいはい、じゃあこれで、はい、ディクテーターとコンクエストが乗った天王誓いが見えるということですね。そうです、はい、で、ここでですねリミットバーストがたまりましたので打っていきたいと思います、はい、こちらもですね特定のアビリティダメージアップということでここでさらに、はい、ダメージが200、お、天王誓い等々の、特定ダメージが上がっていきます。はい、これの係数加算がマダムエデルのレベル LB のレベルによって変わるので、はい、めちゃ上げてあげるとより恩恵がね得られるかなってくると思います。強っ、強いですね、はい、なるほど。さあでさらにダメージが上がった天王誓いちょっと見ていきましょう。出力性まだ下がってますね。はい、ここでということは今永続で上がってるのがディクテーターで300、はい、コンクエストで300、はい、そして、先ほどの LB で200、うん、600、800で、さらにディアエデルで150なので750係数で上がってるってことですかね。もっとだ、もうちょっといってますかね。800、950、950上がってます。そうですね、750で、はい、950ですね、950、はい、A 級で入ってるのが950、はい、さらに天王誓いの 2回目はそれに450の、はい、強い。でさらにですねタイラントを打っていきましょう。これがですね9ターンに1回使用可能なものでございまして、こちらも300上がってくれます、はい、全て300上がっていきますね。じゃあ打っていきます。ちょい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 っと、はい、なんとどんどんダメージが上がっていきます。最初に比べたらもうどんどんいきますね。めちゃ強い。はい、こちらのディクテーターコンクエストタイラントと、そして最後のパーフェクトマン、これもだんだんね、はい、それ自体の攻撃力も強くなってるのかな、うん、はい、のでもうめちゃダメージ出ますね、はい、で多分次が、今現状の最大の天王誓いが出ると思います。いきます。はい、ゴーゴーゴーパン、ボボボボボパン、強 い、 い、ね、これがアースレイブでチェーンしてくれますからね。うわー、いいダメージですね。いいダメージですね、はい、
さらに、さあさらにパーフェクトワンいてますね。はい、最後のパーフェクトワン打っていきましょう。はい、で基本的にはこのスペシャルアビリティを打ってで3ターンごとにスペシャルアビリティがどんどん打てるようになるんです。3、6、9、12なので、デバフをですねこれ打った次のターンに打つのがおすすめですね。はいはい、さあここで永久にダメージがめちゃくちゃ上がっている状態になりました。フルフルSPアビリティも使ってます。はい、はい、で多分次の土が最大ですね。いきます。これが最大のダメージです。よいしょ、これがもうこれ以降ずっと出ますね。おお、死ななければこれが継続的に出るってことですね。はい、でさらにこれがアースレイブチェインなので土属性なのでいろんなねユニットとかなりね相性がいいんじゃないかなと思います。さあそしてですねアースレイブチェーンに組めるという話なんですけれども、彼女は2等の極意も持っているので、自分のみ隠しチェーンダメージ量の増加上限が 200% アップ、さらに高いダメージが期待できます。はい、先ほど見ていただいたダメージよりも倍以上の、基本的には4倍なんですけれども、それが、6倍のダメージが出るので、今5億だったので、30億以上、お、まあ、あのちょっと絶対ねカンストするというような見えないですけどね、はい、見えない数字になるんじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで今回はちょっと長くなっちゃったんですけどね、ぜひぜひ、マダムのね、いろんなところが見れますので、こちらのマダムの館の4層5層そして、マダムのストーリーイベントも遊んでみてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターは概要欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらの FFB 公式チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。